どうも、イラストレーターの森です。今回はお絵描きの速度アップに貢献する片手デバイス、ツアーボックスライトをレビューします。新発売したツアーボックスのエントリーモデルです。ショートカットを割り当てて絵を描くことによって速度アップに貢献してくれます。ツアーボックスにもシリーズがありまして、ネオが 24,980 円、こちらが標準モデルで、ちょっと前に出たのがエリート、こちらワイヤレスで高機能、39,960円から。そしてこちらの新発売したツアーボックスライトが13,413円。私、ネオとエリートも作業環境で使ったことがありまして、ライトと普通モデルの違いなんかもレビューできたらなと思います。ちなみにツアーボックスエリートの実機もありますので、ライトとエリートを比較するというのもやっていこうと思います。今回こちらで紹介する製品たちはツアーボックステック社に提供してもらったんですが、いつも通りね、いいところも悪いところも正直レビューしていきます。それではツアーボックスライトを開封していきましょう。パカッと開けるとね、中身は非常にシンプル。まず説明書と本体、 USB ケーブル、必要最低限なのはね、いいね。本体は結構重さがあります。ライトって名前だから小さいサイズなのかなと思ったけど、思ったより大きいです。手が大きい人から小さい人まで使いやすいサイズかな。ボタンは 1,2,3,4,5,6,7,8 個あります。真ん中のノブと左上のホイールは回転機構が入っていて、回す以外にも押し込めばボタンとしても使えます。サイドには USB-C ポートがあるだけでボタンはなし。ツアーボックスエリートやネオはサイドボタンが一つついてるんですが、こちらのね、ライトはなしとなっております。サイドボタンがないということでどうなるのかですね。そして PC につなぐケーブルは USB-C ですが、 A の変換器もこのようについているので、ほとんどの PC で使えます。 USB ケーブルの長さはだいたい 1.5 メートルくらい。次はこちらの箱、中身はストレージケースです。こちらもシンプル包装、プラスチックを減らしたパッケージングって最近多いですね。そしてこれが専用ケースです。表面はフェイクレザーっぽい素材ですね。中はふかふかで守ってくれそう。セットで買うとプラス2000円でこちら買えるので、あんまりね、期待してなかったけど、持ち運ぶ機会が多くて、ボタンの隙間にホコリとか入れたくないよーって人はいいかもですね。ただ結構分厚くなるので、カバンなどに入れて持ち運ぶ予定の人は、カバンのサイズ次第では入りきらないかも。そしてこちらの箱はツアーボックスエリートが入っています。開封すると、まず説明書が入っていて、紙の蓋を取るとエリートが入っています。梱包は他と同じように非常にシンプル。ではエリートを取り出したので、ライトと大きさを比較してみると、縦の大きさはツアーボックスシリーズとほとんど変わらないですね。少し横に小さいくらいですね。 Amazon の商品画像を見てたら、もっと小さいのかなと思ってたから、これはね、意外。大体の人が使いやすいかなと思うサイズですね。高さは若干ツアーボックスライトが低いです。ライトのボタンは8個。回転機構は2つ。エリートとネオは14個のボタンと回転機構が3つあります。これだけ見るとね、だいぶボタンが削減されています。ボタンの配列も少し違っているからか、手を置くポジションもエリートはまっすぐなのに対し、ライトは若干ですが斜めです。それでは果たして使い心地はどうなのか、機能紹介に行ってみましょう。それでは USB を接続してドライバーをインストール。ドライバーはネオもライトも全部一緒です。ショートカット割り当てはここから変更できます。この回転のノブとかの割り当てからボタンの2つ同時押しや連続押しにも割り当てできます。表示されていない組み合わせはカスタム部分というところから組み合わせを作成すれば、自分のお好みな同時押しや連続押しのパターンが作れます。こっちはプリセットです。ボタン配列を何パターンも保存できます。このようにアプリとプリセットを関連付けすれば、クリスタを開いたらクリスタのプリセットが、フォトショーを開いたらフォトショーのプリセットに自動変更されます。私はなんか縛られてる感じがして、あまり使わない機能だけど、便利と感じる人もいるだろうし、ここはお好みで設定してください。で、
他の人のプリセットがどうなってるのか知りたいって方は、スワボックスのサイトからダウンロードできます。こんな感じでページを開くと、いろんなプリセットが出てきますね。では、ヨーカさんのプリセットをダウンロードします。そして、ダウンロードしてきたファイルをインポートから読み込むと、このようにプリセットを入れることができるんですが、このツアーボックスライト、普通のツアーボックスとボタン配列が違うので、ツアーボックス用プリセットを読み込んでも、プリセット制作者が望んだようなボタン配列にはなりません。なので、ツアーボックスライト用のプリセットをダウンロードしなければならないんですが、発売したてだからか、ライト用のプリセット作ってる人がいないんですよね。ということで、私のツアーボックスライト用プリセットが、ここにね、アップされると思うので、概要欄の URL から飛んでもらうとダウンロードできます。ライトを買った方は参考にしてもらえると嬉しいです。そしてここのアイコン関連を見ていきましょう。これは長押しで連続入力するボタンですね。これを押せば連打押しに設定できます。そしてこのアップというアイコンはボタンを離した時に入力するという機能です。ちょっとわかりにくいけど、ボタンを押すと押した時に判定はなく、ボタンを離す時に入力判定があるということですね。これは主に同時押しの時に使いますので、後ほどその辺は説明します。HUD も表示できて、こちらもオンオフできます。ショートカットをね、確認できる感じです。ペイントソフトに被せる感じで置いたら覚えやすいのかもしれん。それでは全部準備できたので、何日かこのまま使ってみます。はい、数日使ってみました。それでは感想を言っていきます。私のショートカットの割り当てについては最後に紹介します。それではまずボタンの押し心地から。ツアーボックスライトのボタンはノブ、押し込み以外のボタンはマウスクリックのようにカチ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 という音がします。少しの力でカチッとマウスのクリックのように反応してくれるので押しやすいです。デメリットはほとんどのボタンからマウスのクリック音が出るので、 FPS をプレイしている人と同じくらいマウスクリック音が出る感じ。一人部屋だったらいいけど、机の近くに寝てる人とかがいる環境だったらカチカチとうるさく感じるかも。そして真ん中のくるくる回転する突起、これもボタンになりますが、少しだけね、押すのに力がいりますね。というのも手のポジション的にここに手を乗っけたりするので、間違って押さないようにわざと押し心地を固くしているんでしょうね。スワボックスエリートとかより若干硬い押し心地で、個人的に心配だったのがこのボタン、中に点の出っ張りがあるように見えるじゃないですか。ここを押し込んだ時指が痛いんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなことは全くなく、出っ張りはほぼなく全く痛くないですね。出っ張りの高さがないので点の存在感は多少あるもののほぼフラット。ツアーボックスエリートよりボタンのサイズが大きくなっているので指で探しやすいのでね、押しやすくなっています。次は本体とボタン配列などの使い心地。ツアーボックスライトはエリートなどより少しサイズが小さいです。そのおかげなのか手の動きが最低限で済むんですよ。ボタンの数が少ない分、手を乗せっぱなしで操作できるので無駄が少ないです。また本体はプラスチックで構成されています。ツアーボックスエリートなどは回転機構がラバー素材だったりします。高級感はエリートとかに譲るけど、ライトはねプラスチックなので素材が劣化しづらいというメリットがあります。ね、こちらの左下のボタンですが、ちょっとね押しにくい位置にあるので、なんでかなとか考えてたけど、多分こういう風にかぶせて使うことが想定されているので、ボタンに手が当たりにくい場所に置いてるんでしょうね。かつ左利きの人もちょっと使えるようにここに配置したのかもしれん。左手でペン持って右手で片手デバイス操作する人がこのツアーボックスライト使いやすいデザインかというと、使うことはできるけど快適までとはいかないと思う。で、ツアーボックスの回転機構、エリートは3つついててライトは2つに減ってます。で、私以前エリートのレビューで回転機構が3つもあっても1個使い道があんまりないよねって言ったんですが、今回のライトは2つということで、個人的にはね非常にちょうどいいバランスだなというふうに思いました。ちなみにノブに割り当ててるのは拡大縮小ですね。で、こちらのホイールにはブラシサイズを割り当ててます。
で、ツアーボックスをフィリップスタジオで使おうとしている方、拡大縮小をこのノブに使う方が多いと思うんですけど、ここにね、拡大縮小じゃなくてマウスホイールの上下を割り当てると倍率がこう細かく拡大縮小されるので、マウススクロールが個人的にはおすすめです。あくまでツアーボックスのノブ操作限定だけど。そして LED です。で、私 LED がピカピカ光ってるデバイスがね、あんまり好きじゃないんですよ。でもね、これはね、緑にちょっと光ってるけど存在感は皆無、全然明るくなくてピカピカしてないので非常にいいです。次はね、同乗子とレンズ格子について。このツアーボックスライト、ボタンの数が少ないのでショートカットがね、少ない人はいいけど、ショートカットが多い人はボタン1個の単体押しだけだとショートカットのね、割り当てが足りなくなるんですよ。なんで連打押しや同乗子にショートカットを必然的に割り当てることになります。同乗子には注意点がありまして、例えばこのボタンに1を割り当て、右のボタンに2を割り当て、そしてこの2つを同乗子にすると3が入力されるように設定したとします。そして3が入力したいなと思って、この1と2のボタンを同乗子して3を入力しようとしたら、このように先に1か2のボタンどちらかが入力された後に3が入力されちゃうんですよ。もしこの1や2にコントロール Z とかを割り当てると、同時押しした際に戻るが発動して解体が1段階戻っちゃうみたいなことになっちゃうので、この1か2にスペースキーやシフト、コントロールのようなペイントソフト上で入力しても無害なキーを割り当てます。私はスペースキーをこの左のボタンに割り当ててるんですが、スペースは手のひらツールが入力されるだけなので誤爆しても無害です。なのでこのスペースを割り当てたキーを押しつつ、他のボタンを押すことによって同乗子に割り当てたキーのみを入力できるということですね。こうすれば誤爆なく入力できます。で、もう一つ回避する方法があって、さっき紹介したドライバーのこのアップのアイコンをオンにするとキーを離した後で入力判定になるので、こちらでも同乗子の前に入力が発生するのを回避できます。まあ、ボタンの判定位置変わるからちょっと違和感あるかもしれないですけどね。なので同乗子も連打押しも万能ではないけど、特性を知ってれば使いこなせるって感じかな。で、同乗子も覚えられるかわからないって方は、まあ、起点になるキーを一つだけに絞るといいかも。私はね、同乗子の際にスペースキーを割り当てたこのキーを起点にして全ての配列を構築しています。これでメインカラーとサブカラーの切り替えのショートカット、これでクリーピング、これでレイヤーの透明度ロックという風にしています。バラバラに設定すると覚えられないので、こんな感じかな。それでは総評言っていきます。今回のツアーボックスライト、まあ、エントリーモデルということでわざとボタン数少なくして機能絞ってるのかなと思いきや、これ単体でもね十分って感じ。エントリーモデルと思いきやボタンが少ないだけで大まかな機能は普通のツアーボックスと同じですね。ただショートカット割り当てが多い人は同乗子や連続押しも使用しなければいけないので、ショートカットが多くて同乗子は面倒人は普通のツアーボックスか他の片手デバイスが良さそう。ボタンは軽い力で押しやすく、ボタン数は少ないものの1個が大きいので手もあまり動かさなくていいというメリットもあります。ただボタンからマウス音のようなカチカチとしたクリック音があるので、その点は環境を選ぶドライバーについては不満はないですね。アップデートを積み重ねてるからか欲しい機能は十分。このあたりはさすが片手デバイス専門に扱ってる会社なだけある。値段は 13,000円台、片手デバイスのライバルがたくさんいる価格帯なので、まあ、下手な製品出すと食われちゃうので結構力が入っている感じはします。今回紹介したツアーボックスライトが気になった方は概要欄から。個人的にはショートカットを多く使う私がボタン数が少ない機種を使えるのかと思ったけど、同乗子と連続押しを覚えれば思った以上に使えた。ボタンが多い単体押しメインの機種の方が速度的には速いけど、こちらもあまり使わないショートカットを同乗子や連続押しに割り当てることで速度的な煩わしさは最低限に抑えられる感じだった。
押しって部分はお絵かきに重要なコントロールキーとシフトキーを割り当てるボタンがこの2つしかないってこと。よく使うキーにホイールクリックを入れないといけないのが非常に惜しい。まあ、押せるんだけどホイールクリックは構造的に押すときにちょっとクルクルってなっちゃって、快適さがね普通のボタンと比べてちょっと劣るのでね、嫌なら他のボタンにコントロールシフト割り当てればいいじゃんって感じなんだけど、まあ、キーボードの位置的にコントロールとシフトは左側にあるものって頭に刷り込まれてるので、まあ、左側にねまとめたいんですよね。ちなみにツアーボックスライト iPad には非対応です。ツアーボックスもまあ iPad 需要分かってると思うからそのうち何らかの対応したものが出てくるんでしょうね、まあ、多分。それでは最後にボタン配置を公開しつつ、今回はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローにコメントなどよろしくお願いします。